どうも、エズザレッドです。それではコントロールやっていきましょう。前回カセットテープ手に入れたのでポラリスやっていきましょう。てか何気にあれだね、メインミッション前回のクリアして次に移ってたんだね。早いねペースがね。まあまあそれはそれで、あとは能力が上げれるものは特にないと。アストラルビルディングは粉砕か。よりかは爆破のアップグレードが欲しいって感じかな。お、トレンチ。さあ、次元研究。いやー、音楽最高だったけど。Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. あれ、もしかして最後か？そんな気もしてきたな。さあ、特にアイテムはなさそうだね。粉砕爆破。さあ、奥行きますか。ポラリスね。さあ、そのスライドプロジェクターっていうのが全ての原因らしいけどね。やばそう。There was a doorway here to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The bureau opened the same door here, but there's justJust on the other side? 向こう側。あれ？おお。おい。反応なし。行くしかないか。さあ、やばそうな感じだけど。とりあえず上かな？ギリ届いた。アイテムはなし。こっちもない。でも反対側は、お、上行けた。エネルギー回復か。もうここは開く。The projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. さあ、プロジェクターはなしと。適当に歩いてたらまさか当たりを引いてしまうっていうね。まあまあいいや。
これは閉まるんかい。There's a formation of five pillars, like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart.Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. さあ、トレンチは耳が聞こえなくなった感じか。ん？さらに？あ、スライドプロジェクターやね。The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen. And the number 36だけ覚えとこう。多分同じ話の繰り返しっぽいからね。ここは戻る場所。だね、ここは戻る場所やね。さて、さらに奥、嫌な感じやね。これ絶対なんか使うやろ。これ覚えとこうか。なんかこれありそうな気がする。やっぱロックかけてたね。さて、あ、一緒でいいんだ。2と123。あ、一個多くなるか。We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron? Was that you? Did he bring you here? Is that why you brought me here?You're here. They have you. I know you. Hedron の部屋を調べろ。 I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. これはあれか。今主人公の中で動いてるあのもやってしたやつの正体か。Hedronね。降りるにはこっちでいいのか。いや、やばそうな感じめっちゃするけど。
うわー、やばそう。セーブポイントないかな。セーブ一旦ここでしときたい。確か下あったよね。もう一回ね、話を進めるのがめんどくさくてね。ここはね、ちょっと何かあるかもしれないんでね、一応ちゃんとセーブしていこう。いや、すげえな。ここから？Darling used this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. 壊す？壊すって？おー！はいはい。いやー、壊さない方がいい気がするんだけどなー。扉が開いた。はい、I made it。ディランが操作してんのか、それともディランの正体がヘドロンだったのか。あ、とりあえず。とりあえずだね。壊れない。君ちょっと手伝ってくれるかな。ドンと。君もさあ手伝え。でこれを解除と。いやー、でもこれ一個壊したらだよね。そんな簡単にはね。この距離やったら当たるやろ、さすがに。後ろが心配やけど、まあ、そんなこと言ってられない。さあ回って2つ目。上にいるね。さあ地獄に落ちてもらおう。上当てたのは偉い。君ちょっと手伝ってくれるかな。いいよいいよ、こっちこっち。で、君は、いいね、いいや。こうだ。あ、はははは。構わず投げるっていう。こうでいいかな。よしよしよし。あと いないか。あ、上のやつは狙えない。え、ちょっと待った。あー、なんかめっちゃ撃たれてるね。さあ最後の1個を
解除成功。でも本当にこれ解放してよかったのかなっていう。あ、いやー、まだあるね。さらに奥か。しかもまめっちゃいる。飛び越えていくしかないか。そっか。ちょっと待ってね。君たちの相手をしていったら、あの回復のやつはどこ行った？回復さん。君いいね。回復取れるのか。じゃあ、危なっ。うい。いやー、こいつ仲間できるんでかいね。いや、鬼ごっこはね、もうしなくていいから。さあさあさあ。いいねー。てか、まだ行った。まだ上行かないとダメか。洗脳したからね、うまいこと味方につけて。次は右奥。あっちまで飛んでいくか。君がね、意外とねロケラン打ってくれるから助かるんだよね。頼む、頑張ってくれよ。君はね、ちょっと回収して。ここでちょっとやられたらきついな。ささ回復しながら。ああ、そこにいたか。なんか上からすっごい狙ってくるなと思ってたら。そりゃいかん。
た？エネルギー持たんって。なんなら君洗脳させてもらおうかな。いやー助かった。洗脳強くね？でね、多分ね、経験値がっぷりもらえるから前から当てて2500でしょ。めっちゃもらえるよね。さあこれでどうかな。もう一回ぐらいあるかな。お、なわけねえか。そう、どうせ渡ったら出てくるんだろうな。ん？なんか嫌なもやの感じがあったけど。あのもやの感じはちょっと嫌だな。やっぱしな。頼むわ。処理落ち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 、やべ。処理落ちはあかん。痛い。頼む。痛いね。やばいやばい、その距離感はやばいね。ちょっと頼むわ。洗脳やべえな。まあその分こうやばいやばい、速度は遅いけどね、さすがにね。でもちょうどいい邪魔。にゃーマジか。よしよしよしとしか言えない。もう許さん、あいつら許さんぞ。
あのね、回復球体がね、一番厄介なんで、ちょっとあいつをどうにかしたいね、まずね。いや、場所的な有利不利もあるからな。まあ一番でもラッキーなのはあいつ自身が回復しないってことだね。痛い痛い痛い、ちょっと痛い、ちょいと痛い。しゃあこれでいい。まず第一段階としては、痛い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 ね。意外とそうか。やっぱ回避力が高い相手に対しては微妙だね。君もちょっといいこと聞いてもらおう。ナイス。よし、まず第一浄化は OK やね。いやー、どうしよっかねー。すげえわ。もうね、もうね、雑魚敵が雑魚敵じゃないからね。で、次が、意外と避けるね。よし、で問題はあの上のスナイパーライフルだよね。そりゃあかん。君はダメか。
ヘルスが下がってる状態の時に、多分ここは届かないからね。届いた。ひたすらカウンターをかますと。おい、はい。キャッチボールみたいになってるけど、いいのかこれで。さあここまでは。まだね、2番目が一番楽なんだけどね。3番目が、まあ多分あの配置的に最後っぽい気はするんだけど、まだか。距離が届くからね。ただあっち行って問題は戻ってくるか。多分着地して戻ります。戻ります。もう今回戻ります。ちょっと危ない。いや君たちただでさえ強いからね。弾の速さで言うとやっぱこっちが速いんだね。あいつ結構足速いな。よし。でもあそこスタンバってるね。やっぱ相手は攻撃してこないんだね。いやさすがにそれは避けるわな。そろそろ意外と
意外と粘る。これ全く削れてなかったら嫌だけどね。さ、ハマってるハマってる。湧いてきた。いけるか。よしよし。いるね、なんか隠れてるね。きついきついきつい、これはきついきつい。浮いてるやつが一番きついんだよ。借りて、おお、降りてたんかい。どうしよっかな、こっからだね。ネームド来たか、このタイミングで。さ、小鳥になってもらいつつ、後ろか。よし。いやーいやー、多い、バカみたいに数が多いさあこれで最後だと助かる。お願い、最後であってほしい。お、さあポラリスに声をかけろと。
いやー大変やった。あとちょいだったんだね、一発にね。And death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Please. No, can't this happen? No, please. 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 I just want to sleep. Now I have to sleep. Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing the tomorrow. The Bureau's the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, and she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? So, 主導権取得ということで、まだまだ終わりではなかったみたいですね。じゃあ、そうだね、今回ここまでにしましょう。次回はちょっと違うね、話になりますんで。まあでも最後かな、なんか話的にね、目的のものも壊れてという感じなんで、タイトル的にも。まあね、今から主導権の争いをするんじゃないかと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。そうですね、よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃ、またな。